回のシェパレーゼ損失に紹介したいのは外活死の3つの要因ですね。最初の要因なんですけれども、大体の思念が我らの頭脳は勝手に決まってる、はい、それは無意識的に決まってるっていうことですね。2番目はその大体の思念が大体の間違ったのまた誤解の解釈によって作られたものである。で3つ目はその間違ったの思念がもう我々はもうそれもう真実であると勝手に決まってる。でもそれはそうでもない。だからもしあなたは自分が思ってるそのは自分の解釈ではなくて自分の信じてると信じないことをリストアップして、そこでは本当にそれは僕ものか僕は決まったかって脳が決まった。